になりました。なんかややこしいこと言ってしまった今。1日目、明日まで私たちいるんですけど、はい、今日と明日と今日の2本目ラストになります。こちらが、はい、そしてですね、あと私たち明日ちょっと先にちょっとだけ告知するね。明日の明日、16時スタートのライブが、セカンドクラッチの方であるんですけど、そちらなんと私たちの単独公演になっております。はい、ですね、前売りがなんとチケット代無料でライブ見ることできるので、あのもしライブ気になったよって方、この後チケット取って明日もセカンドクラッチの方に見に来てくれるとすごく嬉しいなと思います。ね、なんかさ、3人になって実は再生が変わったって1月に、はい、そして3人になって私たち広島初めての遠征でございます。なので、そう、なんか前回来たのが年末12月末で、なんか久しぶりなのですっごい今日私の心臓バックンバックンってなりながら来たんやけど、なんか相変わらずフロアの皆さんすごく優しくて大変大変楽しいでございます。ありがとうございます。はい、君だけの花言葉、あの楽曲なんかもね、あの今流れてるように、あの声が入ったやつがサブスク音楽の配信サイトで出てたりもするのでね、はい、気になった方よかったらサブスクなんかも調べていっぱい聞いてくれたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。よし、ライブを頑張ろう。はい、はい、はい、じゃあ次残すところ私たちもあと2曲になりますが、この後も一緒に楽しんでください。隣で笑ってる君に
広島県にいます。明日はドライブが2本あるんですけど、1本目が先ほど告知したように単独ライブ、14時スタートの単独ライブがあります。そしてその後も同じくセカンドクラッチの方で台湾ライブも夜にあるので、ぜひ皆さんたくさん会いに来てくれると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの後のですね、主演後物販では新規のチェキなんかもあるので、今日気になったよって方ぜひ物販に行って新規チェキを取ってくれると嬉しいです。本日も最後まで一緒に楽しんでくれて本当にありがとうございました。それでは以上、私たち君だけの花言葉でした。ありがとうございました。ありがとうございました。